ケルベロスは、冥王星の衛星の一つ。ケルベロスは、1978年のカロン、2005年のニクスとヒドラに続き、2011年に、冥王星の衛星としては4番が目に発見された。ケルベロスは、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された広域カメラ、WFC3 によって撮影された画像データの中から発見された。 最初の写真は2011年6月28日に撮影された。その後、7月3日と7月20日にも観測され、最終的に冥王星の衛星として確認されたのは7月20日である。ケルベロスの見かけの等級は26.1等と、大変暗いため、露出時間の短い観測では鮮明な画像で捉えることができなかった。 2006年2月15日と2010年6月25日の撮像では微小なノイズのように映っていたため見逃されていた。発見時の撮影では明るい明王星とカロンを隠して8分間の露出を行ったことによりニクスの10分の1の明るさしかないケルベロスを撮影することに成功した。2012年にはケルベロスと同様の手法を用いて 冥王星の五つ目の衛星であるスチュクスが発見されている。ケルベロスは三軸の小道が 1919km と見積もられている。アルベドは0.56と冥王星の他の小衛星と同様に高く、これは表面に水の氷が存在するためであると考えられている。冥王星カロンの共通重心を周回する。 ケルベロスの光点軌道の軌道長半径は 57,783km で、これは、ニクスとヒドラの軌道の間である。ほぼ円形の軌道を描いており、冥王星の他の衛星と、同じく冥王星の赤道に対する軌道傾斜角は、ほぼ0である。光点周期は32.16756日で、これは0.7%の不一致があるものの、 カロンと1、5の軌道共鳴に近い値である。ニクスとヒドラはカロンとそれぞれ1、4、1、6の軌道共鳴をしていると推定されており、実際に軌道共鳴をしているのかどうかを知るには、正確な再差運動の測定が必要である。ケルベロスは、純惑星の他の衛星と同じく太陽系形成の初期に、冥王星に、 惑星サイズの天体が衝突した際に飛び散った物質が合体して形成されたものと考えられている。正式命名される以前、ケルベロスは主に S2011P1 あるいは S20111 と呼ばれていた。これは衛星につけられる仮符号である。S2011 は2011年に発見されたサテライトの意味である。前者の P は フルートの頭文字、後者は、冥王星の小惑星番号を基準としている。最後の1は、2011年中に発見された1個目の衛星という意味である。また、冥王星で発見された4個目の衛星であったため、P4 とも呼ばれていた。2013年2月、セティ協会によって、S、2011P1 と2012年に発見された衛星の S、 2012p1 の名称の一般公募が行われ、公募案の中から選ばれた21個の候補名から投票された。翌年の2013年7月、s2011p1 は、名会の番犬であるケルベロス s2012p1 は、スチュクスと命名されたことが発表された。投票の段階では、サーベラスという綴りであったが、 ケルベロスに由来する名称の天体として1971年に発見された小惑星サーベラスがあったため、ケルベロスと命名された。一般公募では、ケルベロスは2番目に得票の多い名称であった。一番得票数が多かったのはバルカンであったが、かつて水星の内側に存在するとされたバルカンや想定される小惑星のやからである。 バルカン族などですでに使われた名前であったことや、冥王星の他の衛星が、ギリシャ神話やローマ神話の名界にちなんで、命名されてきた慣習とは入れないことから、採用されなかった。ありがとうございます。